日本は腐っている食べ物を出すのか。韓国料理を愛するアメリカ人女性が、日本のある料理と出会い人生が変わるほどの衝撃を受けたそうです。もともと韓国料理が大好きな彼女は、夫婦で頻繁に韓国を訪れていました。韓国のお酒と激辛フードが大好きな彼女は、他の国には全く興味がなく、10年以上も韓国にばかり旅行に行っていました。しかし、韓国で出会った日本人女性が、彼女の人生を大きく変えてしまいます。その女性と意気投合した彼女は、全く興味のない日本旅行を提案され、仕方なく日本に行ってみることにしたのです。彼女は日本に対して良くない印象しか持っていなかったのですが、ある料理を食べたことで、まさかの結果になったのでした。彼女が出会った日本料理とは、どのようなものだったのでしょうか。今回は、アメリカ人夫婦の日本に対する印象が、180度変化するエピソードと、それに関する海外の声を紹介していきます。レイラは、激辛料理とお酒を愛するアメリカ人女性です。辛味こそ最大の旨味を、彼女の激辛好きは、普通の辛さでは、全く満足できないほどだったのだそうです。とある国を旅した彼女は、激辛料理が豊富にあることで、すぐに虜になってしまいます。その国の名は、韓国です。その中でも、キムチやスングブ、チゲ、ダッカルビは、まさに彼女が追い求めていたものでした。また、マッコリを特に気に入り、韓国のお酒文化にも惚れ込むようになりました。世界的に見ても、韓国人のお酒好きは相当なもの、アルコールの消費量も、日本人やアメリカ人よりも多いのです。そのような食文化から、レイラは韓国を特別気に入るようになります。もちろん、どこか旅行に行こうとなると決まって、韓国を選ぶようになりました。その地で、彼女はいつも、激辛料理を食べながらマッコリを飲むのです。辛さで熱く痺れた口の中を、マッコリの甘さが程よく中和してくれるのが、心地よいそうです。レイラの自宅の近くにも、マッコリを売っている店はありますが、種類は数えるほどしかありません。そのため、彼女は、韓国旅行をするたび、最高の激辛料理と、マッコリの組み合わせを求めて、韓国中を回るようになります。行くほどに、韓国の虜になり、もう13年近くにわたって、旅を続けているそうです。一人での旅は危険だからと、いつも夫が韓国旅行に付き添います。ただ、困ったことに、彼は辛い料理が苦手でした。また、アジア各国にネガティブな印象を抱いていたそうです。それは、韓国も同じでした。彼は次のように語っていたそうです。韓国人は、親切心がなく、横暴な人間ばかりだ。それに、何より街が汚れている。ただ辛いだけの料理ばかりで、すぐに飽きてしまったよ。実は、アジアの国は嫌いなんだ。本当のことを言うと、韓国にもあまり行きたくはない。だから、次は絶対にアジア以外の国に旅行へ行こう。彼がアジアの国を嫌いになったきっかけは、レイラとの中国旅行が原因だそうです。そこでも、彼は辛い料理ばかり食べることになって、若くない体には辛い旅行となってしまいました。辛い食べ物ばかりを食べることになった彼は、辛い料理しかないのが、アジアだという先入観を持つようになったのです。しかし、あることを機に、老夫婦の考えが一変し、日本旅行が大好きになります。そのきっかけを作り夫婦の人生を大きく変えたのが、かすみという日本人女性でした。夫婦が彼女と初めて出会ったのは、韓国旅行をしている最中でした。多くの屋台に並ぶキムチに、夢中のレイラは、夫とはぐれてしまったのです。その時助けてくれたのがかすみでした。韓国人にしては、珍しく親切だと思いましたが、そのアジア人女性は、なんと日本人でした。白人の外国人を見ませんでしたか？途中で、はぐれてしまったのです。と、レイラは、近くを通りかかった彼女に聞きました。白人の男性なら、向こうのコーヒー店の近くで見たわ。ここから300メートルほど離れた先ね、と教えてくれたのです。さらに彼女は夫のいるそのコーヒー店へ、案内までしてくれることに。このおかげで、無事にレイラは、夫と再会することができたのです。親切にしてくれたお礼にと、レイラは、かすみにお気に入りの激辛グルメをご馳走することにしたのです。レイラは、よく通っていた大衆酒場に招き、そこでマッコリと、トッポギを食べながら、二人はあれこれと話しました。仕事でよく韓国に訪れるかすみは、
このあたりは熟知しているようで、レイラとの話も盛り上がります。共通点の多い二人は、意気投合し、友達同士のような関係になるのに、それほど時間はかかりませんでした。そして、レイラの韓国旅行の目的が、大好物の激辛料理と、マッコリを味わうためだと伝えると、今度は、カスミが彼女のおすすめのお店を、夫婦に紹介してくれるというのです。そのお店は、大通りからは外れた穴場にあり、有名店ではありませんでしたが、出てくる料理は、どれもレイラの求めていたものばかりでした。また、彼女が夫のためにと紹介した、辛くない韓国料理に、彼も満足した様子。美味しい激辛料理と、マッコリを食べながらのカスミとの会話は、レイラにとっては、至福のひとときでした。レイラは、これまで旅してきた国の話、出会った人々の話、その国の美味しい料理のことなどをカスミに話しました。そこでレイラは、美味しい料理を求めて、韓国料理にたどり着いたこと、それを食べるために、韓国を頻繁に訪れていることを伝えます。レイラの話は、カスミにとって、非常に新鮮で刺激的だったようです。というのも、彼女は韓国については熟知していても、まだ他国を旅したことがなかったからです。三人の楽しい時間が過ぎる中、突然カスミは真剣な表情でこう言ったのです。レイラは、本当に多くの国を旅してきたんだね。特にアジアが好きみたいだけど、どうして日本には行かないの？それを聞いた、レイラは少し表情を固くします。日本人については、現地の韓国人から、たくさんの悪口を聞かされていたからです。日本の料理は、薄味で美味しくない。日本の街は、すべて田舎だよ。日本人は皆、韓国人に反感を抱いている。多くの韓国人から、日本の悪口を聞かされ続けたレイラは、これらの話を真実だと信じていました。その時のレイラは、先入観だけで、日本を行ってはいけない国だと、嫌うようになっていたのです。また日本には美味しい激辛料理がないようで、彼女には日本へ行く理由が見つからなかったのです。しかし、レイラは、カスミに本音を話しませんでした。自国の悪口を言われて、いい気はしないでしょう。そこで、レイラは、オブラートに包むようにこう伝えました。私は、濃い味の料理が好きだから、薄味の日本料理は、私には合わないと思うわ。それに今は韓国に夢中だから、日本に行くことを考えたことがなかったわね。あと韓国に対して、日本は悪行を重ねたことがあると聞いたわ。カスミは、レイラの話を黙って聞いていましたが、思い切った様子で、こう提案してきました。その話が本当かどうか一度日本に来て確かめてみるべきね。何事も経験しなければわからないことはたくさんあるわ。それはとてもそんなことよ。カスミの話に戸惑いを隠せないレイラでしたが、彼女はさらに続けます。日本料理の味付けにはすべて意味があるの。それにすべてが薄味というわけではないわ。辛い食べ物やお酒もレイラが気に入る料理がきっと見つかるわ。それに、ほとんどの韓国人は、日本人と一度も会ったことがないの？でも、イメージだけで日本人が嫌だと言っているのよ。もしあなたが日本に来てくれるというのなら、私が日本をガイドするわ。カスミと韓国人の話があまりに違っていたことに困惑した、レイラですが、真剣な彼女の話に、日本に行ってみれば、その答えがわかるだろうと考えるようになります。そして、彼女は初めての日本行きを決めたのです。カスミと別れてから、レイラは日本のことを調べましたが、やはり日本に良い印象は持てずにいたままでした。レイラが日本の空港に降り立つと、少し離れたところから、カスミが手を振っていることに気づきます。カスミと韓国で別れた二人は、今回の旅行について何度も連絡を取り合い、スケジュールを調整していたのです。彼女の実家は関西にあり、そこから近い京都に行くことに。移動は、カスミの車に乗せてもらい、その車内でも、彼女は日本について話してくれました。しかし、付き添いで来ていた夫は、あまり楽しそうではありません。夫は、カスミの前では、わざとらしく笑顔を見せていましたが、ふとした瞬間にこわばった表情になっていたのです。同じく、今回の旅行に、それほど乗り気ではなかったレイラでしたが、悪く考えることは、やめてカスミと過ごす時間を楽しむことにしました。そんな二人でしたが、カスミの運転する車内では、時間が経つのも忘れて、外の景色を眺めていました。
高層ビルが続く大都市の景色が終わったかと思えば、今度は古風な日本家屋が並ぶ風景が広がります。韓国の風景に慣れていた二人には、日本の明確なコントラストのある景色が新鮮で飽きなかったと言います。アンバランスな景色でも、なぜか不思議と調和している日本の風景に心を奪われていたのです。地味で田舎な国だと聞かされていたレイラは、実際の風景に驚かされます。風景に溶け込んでいるかのような建築物が象徴的で、まるで風景画を眺めているような気分になったと言います。彼女が時計を見た時には、もう車が走り始めてから、1時間も経っていました。隣で退屈して眠っているだろうと思っていた夫までも、外の景色を目を輝かせて眺めていたのです。さっきまでのこわばった顔とは、全く違う夫の表情に、彼女は驚きました。彼のこれほど、興味津々な表情は見たことがなかったのです。走行しているうちに、ある日本料理店に到着します。そこは、霞が最高とまで称していた店でした。店に入ると、店員さんは丁寧に挨拶し、座席まで案内してくれました。愛想が良く、素敵な笑顔の店員さんの対応は、韓国で聞かされていた日本人の印象とは、真逆で、レイラは衝撃を受けてしまいます。それほどまでに、店員さんは礼儀正しく、接客レベルが高かったのです。驚いていたのは、夫も同じで、彼もひどく動揺している様子です。それもそのはずで、二人とも今までの人生で、これほどまで丁寧な接客をされたことがなかったのです。二人は、店員さんに店内へ案内されましたが、今度は、内装の美しさに目を奪われます。壁紙や装飾品、扉や天井、どれを見ても、華やかでいて落ち着いたデザインで、まるで美術館にいるようだと感じたのだそうです。お客を楽しませる工夫がされた店内は、清掃も徹底しており、空気も綺麗でした。こうして夫婦が抱いていた日本への悪い印象は、取り除かれていったのです。これまで旅してきた国での飲食店内は、清潔感とは程遠いものでした。テーブルはベタつき、床には落とされた食べ物が転がり、スープはこぼれたまま、料理の味は良くても、お店の雰囲気は決して良いと言えないものばかりでした。それでも、それが普通だと思っていた老夫婦には、特別そのことに違和感を覚えていなかったのです。しかし、日本料理店の質の高さにより、二人は現実を知ってしまいます。さて、店の奥の一室に案内された、レイラたち、落ち着いた雰囲気の室内の座席には、箸が3本置かれていました。箸については、他国でも見ていて知っていましたが、日本の箸は、韓国や中国のものとは、少し違うようでした。韓国の箸は、鉄製で、中国の箸は長いのが特徴でしたが、日本の箸は軽くて短いものでした。日本料理は、箸だけで全て食べると教わっていた、レイラでしたが、箸の隣には、スプーンとフォークが用意されていたのです。夫婦がアメリカ人であることを知っていた店側が、二人が料理を楽しめるようにと用意していたのでした。霞はこれを日本文化のおもてなしだと、二人に説明しました。ここまで一流のおもてなしを受けた、レイラはこれから出てくる料理に期待を膨らませるようになっていました。しかし、出てきた料理は、彼女の期待を大きく裏切るものだったのです。店員さんの接客に満足していたのですが、初めに出された料理は、とても気味が悪かったと言います。彼女たちが驚愕した料理は、お通しと呼ばれるもので、小皿に入れて出されました。小皿の上に入れられた茶色い食べ物は、シワシワとしていて、どう見ても美味しい食べ物であるとは思えなかったのです。腐っていると認識してしまった二人は、その茶色い物体を食べ物とさえ思えなくなってしまいました。二人はこの料理と思えない食べ物に戸惑い、間違えて持ってきたのかもと思ったそうです。そんなことを考え動けない二人に笑顔を向け、霞はそれを口に運ぼうとします。レイラたちは慌てて止めようとしますが、すでにそれは霞の口の中に、夫は信じられないものを見るように、ただポカンと口を開けていたそうです。驚いたままの二人に、霞はこう言いました。そんな顔しないで、ぜひ食べてみて、とても美味しいの。レイラならきっと気に入ると思うよ。そう言われても、なかなか手が出ないレイラでしたが、夫婦のために観光案内してくれた彼女を信じて仕方なく食べてみることに。まずはフォークで刺してみるとピクルスのような感覚、恐る恐る匂いを嗅ぐとそこからはマッコリに似た香りがしました。
このマッコリに似た香りのおかげか、不思議とレイラにはこの食べ物が美味しそうに思えてきました。そして彼女は食べ物とさえ思えなかった。この茶色い物体を口に入れたのです。その瞬間、彼女の口内に強烈な芳香が漂いました。一瞬にしてこの食べ物はマッコリ好きの彼女を魅了します。そして彼女は次々と残りすべてを口に放り込み、瞬く間に完食してしまいます。ただ夫はこれが好みではなかったようで、彼女は彼の分も平らげてしまいます。その美味しさに彼女はお土産としてアメリカへ必ず持ち帰ろうと決心したほどでした。未知の食べ物に驚くレイラに霞は詳しく教えてくれました。これは奈良漬けといって、京都の隣の奈良で作られているの。塩漬けにした野菜をさらに新しい酒粕に何度も何度も漬け替えるの。手間暇をかけて作られているわけよ。酒粕はどぶろくという日本のお酒を作る過程で生まれるものなの。このどぶろくという日本のお酒がマッコリと風味が似ているから、きっとレイラは気に入ると思ったわ。奈良漬けがマッコリに似た香りがする理由を知ったレイラは、霞がこの食べ物を勧めてくれたことに納得しました。この時レイラは日本にこんなにも美味しい食べ物があるのかと感激したのです。奈良漬けの余韻に浸っているレイラの前に様々な料理が並べられていきます。茶碗に盛られた真っ白いご飯、味噌汁という茶色のスープ、焼き魚などなど、夫にはそれらはあまり美味しそうには見えなかったようですが、霞はこれはレイラの旦那さんにこそ食べてほしいと自信ありげな様子。霞は魚の食べ方を実際にレイラたちに見せてくれます。それはサンマという魚で、彼女が箸でほぐした瞬間、香ばしい匂いが部屋を満たします。魚の生臭さは全くなく、この魚の香りは食べる前から絶対に美味しいと確信させるほどでした。そしてレイラも自分でサンマをほぐし、いざフォークで口に入れてみると、素材本来の甘さとちょうど良い塩加減、そして焼きたての香ばしさに衝撃を受けます。そして口に入れたその身からは焼きたての香ばしい香りがし、サンマ本来の甘さと程よい塩加減がこれ以上なく整ったバランスに衝撃を受けます。さらにこの料理からはお酒の風味もしたので、レイラはすぐにこの食べ物を好きになりました。これには夫もとても気に入ったようで、夢中になって食べていました。霞によるとこの焼きサンマはカス漬けという調理法で作られたもの。酒粕の風味と旨味が食材に移って深い味わいを作り出す。このカス漬けという調理法は日本に古くからある郷土料理です。それから3人は時が経つのも忘れて日本料理を楽しみます。日本料理は薄味でしたが、レイラはこれが素材の風味を邪魔していないことに気づきます。綺麗に盛り付けられた煮物はどれも美味しくて、ご飯との相性は抜群だったそうです。噛めば噛むほど旨味が出る煮物は、アジア料理に興味のなかった夫さえ絶賛するほど率直で嘘をつかない夫でしたから、これは決してお世辞ではないとレイラは確信します。そうして二人は料理を完食し、今度はお酒を楽しむことに。出された日本酒のすっきりと癖のない澄んだ味わいは食後酒としては最適でした。生きることは食べること。旅する人にとって一番の楽しみは料理でしょう。韓国旅行ばかりしていた頃のレイラは料理は辛さだと思い込んでいましたが、日本料理に出会ってその先入観は消え去ります。アジア料理が嫌いだった夫さえも日本料理を絶賛したことには特に驚いたそうです。最後にレイラが日本料理を好きになったと霞に伝えると、彼女はこう言いました。種類が多い日本料理だから誰でも必ず好みの料理が見つかるはず。同じ料理でも地域によって全く違う味付けだから食べ比べてみるのも面白いわ。漁業も盛んな日本だから魚も新鮮で生で食べられるよ。この経験から食べることが好きなレイラは日本料理を追求したいと思うようになります。また日本人の独特の国民性にも強い魅力を感じたそうです。日本人は他人に不快感を与えないように配慮します。初対面でいかに相手に好印象を与えられるかによって今後の関係に大きく影響します。飲食店の店員さんが愛想よく振る舞う方が客は気分よく料理を食べることができ、また来たいと思うことでしょう。反対に店員さんが不愛想に振る舞えば
客は料理を美味しいと感じなくなり、二度と訪れてはくれないでしょう。つまり、その土地を好きになってもらうには、食事と人間性が大切なのです。今回の日本旅行のおかげで、レイラの夫も日本人が粗暴だという偏見が完全に払拭されたといいます。今回の日本旅行での経験から、この夫婦は毎年のように日本を旅行するようになります。夫婦が言うには、日本人が持つ外国人へのおもてなしの心が、最高の旅を楽しめる要因だそうです。今回のエピソードは、日本食が持つ実力を感じさせられる内容でした。世界中の国の中から、日本を選んでもらえることは、この上ない喜びと言えるでしょう。それでは、今回のエピソードに対する海外からの反応をご紹介します。料理の種類を見ても、日本料理は韓国料理を圧倒しているよ。韓国人は、日本人が嫌いなんだと感じたけど、わざわざ日本を悪く言うなんてどうかしてるよ。日本料理はどれも緻密で、奥深い。地域によって、味が大きく違うのも面白いんだよ。アメリカ人夫婦が言っている通り、日本の魚料理は、とにかく美味しい。日本の新鮮な刺身は最高。奈良漬けは、見た目は悪いけど優しい味がするんだ。また日本へ行って食べたいよ。日本はとにかく安くて質の高い料理が多いね。格安フードでもレベルが高いと感じたよ。韓国人が日本を田舎だとバカにしているようだけど、日本はアジアの中でも圧倒的に先進国だよ。海外の声を聞いてみると、日本を知っている外国人ほど日本食の魅力に気づいていることがよくわかります。素材の風味を大切にする日本料理は、新鮮な水産資源を活かしており、それも外国人に好まれている理由となっています。さらに、世界一と称される日本の接客レベルも、日本がグルメ大国と言われる要因となっているのです。韓国料理が一番だと思っていたレイラも、日本料理との出会いに感動し、考えが180度変わりました。日本料理の上品な味わいの虜になり、また、店員さんの接客対応にも感動した夫婦は、何度も日本を訪れるようになったのです。人々にこれほどの衝撃を与えられる、日本食の素晴らしさを痛感させられますね。韓国人の建築技術は、子供の工作レベル。皆さんは、マレーシアにあるツインタワーが、崩壊寸前なのをご存知ですか？このツインタワーは、マレーシアのシンボル的なタワーであり、ペトロナスツインタワーと言います。マレーシアの首都、クアラルンプールにあり、マレーシア屈指の観光スポットです。モスクのミナレットに見立てている、二つの尖塔や、八角形型のデザインなど、イスラム文化を取り入れた建築デザインが、とても素敵なのです。そんなペトロナスツインタワーは、片方を日本企業が建設し、もう片方を韓国が建設しました。そして、韓国企業が建てた方のタワーが、若干傾いているという噂が絶えないのです。今回は、このような噂が絶えない、マレーシアのツインタワーと、韓国企業が建築し、崩壊した建物について、ご紹介していきます。このペトロナスツインタワーの設計計画が始まったのは、1992年。今から約30年前のことです。先進国の仲間入りを目指す、マレーシアの象徴として、建設計画が始まりました。ペトロナスツインタワーのデザインをしたのは、世界的に有名なデザイナー、アルゼンチン出身のアメリカ人、シーザー・ペリ氏です。そして、実際に建設を担当したのは、日本と韓国企業でした。日本は建設企業の狭間が担当し、もう片方は韓国のサムスン物産が担当することになったのです。計画から3年後の1996年にタワーは完成しました。高さは地上452メートルで88階建ての超高層ビルとなっています。ちなみにこのタワーや2004年に台湾の台北101が完成するまでは世界で一番高いビルでした。そんなペトロナスツインタワーですが、近くの公園から見て左側のタワーが日本企業狭間が担当したビルであり、右側のタワーが韓国企業サムスン物産が担当したビルです。ツインタワーの地上170メートル41階と42階部分には2つのタワーを結ぶスカイブリッジがあります。またサムスンが担当したタワー2の86階には展望フロアもあるのです。完成からしばらく経った2002年、国立マレーシア大学建築研究チームが
ダワーの調査を行いました。そしてダワー数が完成時より約 0.8cm 傾いていることが判明したのです。試算によると最大 4.5cm まで傾くと予想されています。そもそもこのツインタワーの建設は施工前からイレギュラーの連続でした。もともとこのタワーの建設は狭間が受注したものだったのですが、強引にサムスン物産が割り込んできたのです。結局ツインタワーは日本と韓国で一棟ずつ受け持つことになりました。この背景にはマレーシア側が指示した費用や作業期間が絡んでいる可能性が高いと言われています。だからといって韓国に発注するなんて理解できません。韓国は日本に対し対抗心を燃やすあまり問題行動を連発しています。作業中も狭間を常に監視して施工技術を盗んだり、あろうことか無断で設計図を持ち出し丸パクリするということまで起こっていました。そんな中、41階まで建てた時点でタワー2に傾きが生じていることが分かったのです。困り果てたサムスン物産は狭間に泣きつきます。そして狭間のアイデアでタワーの間に両方のタワーをつなぐ連絡通路を41階と42階の部分に設けることで傾きを修正することを提案しました。そしてこのツインタワーを結ぶ2階建ての橋はスカイブリッジと名付けられたのです。このスカイブリッジは当初タワーを先に完成した方に建設の権利を与えるという予定にしていたとも言われています。しかしスカイブリッジは狭間やサムスン物産が建設することはなく、フランスの企業が建設しました。サムスン物産の副社長は当時のことを振り返り、明らかにこちらの経験不足、そして技術力も全く足りていなかった。日本の技術と経験を間近で見て学びながら昼夜問わず手足が腫れるほど働いたと語っていました。実はこの他にも韓国が建設に携わった案件はことごとく失敗に終わっているのです。1994年ソウル市内に架けられた橋が一瞬にして崩壊しました。その翌年にはオープンして5年の百貨店が崩壊したという事故も起こっています。しかもこの2つの事故はツインタワーの建設中に起きたのです。このことからわかるようにタワー2の方はいつ倒壊してもおかしくない恐怖と常に隣り合わせなのですね。実際にタワー2の入居率は悪いと言われています。現地ではタワー2は入居率が悪いからいつも真っ暗だと言われているそうです。ところが最近妙な話が拡散されているのです。それは日本側が作ったタワーが 25mm 傾いて支障が出た。ツインタワーは我が国の労働者たちが自主的に休日返上して作業し、熱い情熱を持って作業に取り組んだおかげで間に合ったという話。これは韓国メディアが報じたものです。こんな嘘がペラペラ出てくるなんてとても驚きます。国民の怒りの矛先を日本に向けようとしているのかもしれませんね。そしてマレーシアはコストを抑えることに一生懸命だったと思いますが、今は韓国に頼んだことを後悔しているのではないでしょうか。この先ツインタワーが崩壊しないことを祈ります。ここ最近韓国では多くの崩壊事故が起きていて、2023年12月4日施工会社 GS 建設がキョンサンプクトポハンで建設していたマンションの工事現場で鉄筋構造物が崩壊する事故が発生しました。そして施工会社 GS 建設の信用が懸念されます。実はこの GS 建設、インチョンコムダンで建設したマンションの地下駐車場で屋根が崩壊するという事故も引き起こしていたのです。この地下駐車場崩壊事故が発生したのは1433世帯の大きな団地であり、2023年1月に分譲した際には平均 29.76 倍の競争率を記録した人気のマンションでした。 GS 建設はインチョンコムダンのマンション地下駐車場の崩壊事故で一部で上部分と下部分の鉄筋の連結に不具合があったと認め謝罪しています。そして入居予定者らと最終的な保証で合意したばかりでした。そんな中起こったキョンサンプクトポハンでの崩壊事故、再び事故が発生したことで批判の声が上がりました。このキョンサンプクトポハンで起きた崩壊事故に関し GS 建設関係者は、建物が崩れたわけではなく建物を建てるための基礎作業をしていた時に
鉄筋構造物が崩れたものであり、マンションの品質自体に影響はない、と説明していました。この事故では、外国人作業者2人が、構造物の下敷きになり、病院に運ばれましたが、命に別状はないようです。このように、韓国企業が建設したものの崩壊は、まだまだあります。2018年7月には、ラオスにある、ラオスダムが崩壊しました。ラオスダムは、施工会社 SK 建設が設計、建設したのですが、実は多くの問題があったのです。この SK 建設は、ダムの設計時、コストを抑えるために、元の設計から多くの場所を変更し、この事実は、ダムの倒壊後に内部文書が発見され発覚しました。そして驚くことに、SK 建設が担当した多くの補助ダムは、基本設計図より平均 6.5 メートルずつ低くなっていたのです。ダムの高さが低くなるということは、大雨が起きた時に洪水が起きてしまいます。ラオスは雨季のある国であり、これまでも河川が氾濫していたので、それを防ぐために SK 建設にダムを発注したのです。しかし、コストを抑えるために多くの変更をされた挙句、崩壊してしまいました。この崩壊事故が世界中に報道された後、ネットではラオスが十分な予算をつけていなかったのではないか、という声も上がったのです。しかし実際は、ラオスが管理費及び利潤について、工事費の 15% まで保証するという約束をしていて、SK 建設は管理費も利潤もしっかりもらっていました。SK 建設はダムの形式と築造材料を変えたり、斜面の傾斜を調節したりして、工事費用1900万ドル、日本円にして約28億1900万円も節減したのです。まさに命と引き換えの節約ですね。ラオス政府は賠償金を請求しましたが、SK 建設はこれはただの自然災害だと言って責任を認めようとはせず、揉めに揉めたのです。しかし最終的には事故保証費、復旧費として1000億ウォン、日本円で約111億2600万円を SK 建設が支払うという形で合意しました。ですが韓国国民の中には、このダムの決壊は自然災害によるものでしょ、なのにラオスは韓国に賠償を押し付けるつもりなの、事故原因をちゃんと調査していないのにラオス政府の主張を受け入れてお金を出すのは正しいのか、などラオス側を疑う声も多く上がっていました。日本は東日本大震災の時決壊したダムがありましたが、戦後以降単なる雨程度で決壊したダムはありません。ラオスも日本の建設会社に頼めばよかったかもしれませんね。この他にも自然の美しさから世界遺産の楽園と言われているパラオにあるパラオ警備橋も崩壊しています。実は現在パラオのシンボルである橋は日本パラオ友好橋、通称 JP 橋というものですが、この橋が建設される前、この場所には KB ブリッジという橋がありました。この KB ブリッジは韓国企業 ODA が建設し、住民の重要な生活の一部として重宝されていました。しかし1996年9月26日この橋は突然真っ二つに割れてしまいます。何の前触れもなく割れてしまったので、橋を渡っていた2名が亡くなり、4名が怪我を負ったのです。さらにこの KB ブリッジはコロール島とバベルダオブ島を結んでいたので、ライフラインが遮断されパラオ経済に大きな影響を与えました。そしてラオス政府は日本に新たな橋の建設を依頼したのです。 KB ブリッジ崩壊から5年後、ようやく JP 橋が完成しました。この JP 橋が完成してからネット上では、最初から日本に建設を頼むべきだった、こういうのは二度手間と言うんだ、という声が多く上がっていました。実は日本の鹿島建設も見積もりを出していたのですが、韓国の下請け会社が半額の値段で落札していたのです。ちなみにこの KB ブリッジ崩壊によりパラオの建築費用は尽きてしまいました。そこで驚くことに日本が無償で橋を作り直したのです。韓国の尻拭いをする日本は優しすぎますね。実は韓国企業が建築して崩壊したものの中には、マレーシアにあった競技場も含まれています。2009年2月、マレーシアにあった競技場は、完成後、わずか1年で屋根が崩れてしまいました。この競技場は、スルタンミダンザイナルアビディンスタジアムという、
最新式の競技場であり、韓国人が東南アジアで運営する中小企業建設業者により建設されました。幸い怪我人はいませんでしたが、スタジアムの清掃中だった人がいるなど、危機一髪という状況であったようです。このスタジアムは最新式ということもあり、工事費用は日本円で約6億9000万円でした。そしてこのスタジアムの屋根部分は宙に浮いているようなタイプのものであり、アジア初タイプのスタジアムだったのです。ところがこの崩壊事故により屋根部分の約 60% が壊れてしまいました。この事故に関し、工事費用を少なくするために費用の安い韓国人の会社に発注したことが原因じゃないの？という声が多く上がっていました。しかしその会社は中小企業で知名度が全くない会社であり、工事はほとんど下請け会社に任せていたようです。知名度が全くない状態で受注してもらうために相当無理な見積もりを出していたのでしょう。そして驚くことに、この会社は海外建設について申告なしで工事をしていました。それだけでなく、屋根の倒壊に関しても保証期間が切れていたため、責任を問うことができなかったのです。そして屋根の崩壊後、天井を支えるための鉄の部品が落ちてきたことにより、今は屋根がきれいに取り払われ、ただの青空運動場となっています。この会社は無理をせず、できる工事をすればよかったですね。そして最近では2022年1月11日、韓国広州市の中心部にある鉄筋コンクリートにより建設された39階建ての高層マンションの建設中に建物の一部が崩壊し、作業員1名が亡くなり、5名が行方不明となったおぞましい事故が起こっています。マンションの38階から23階までの壁や床が崩れ落ちたというのです。マンションを施工していたのは HDC 現代産業開発という大手の会社でした。この HDC 現代産業開発は事故原因として養生期間をきちんと取らずにコンクリートを打設したことが原因だと発表したのです。コンクリートがちゃんと固まらない状態だと鉄筋を簡単に引き抜くことができ、かなり不安定な状態で作業をしていたということがわかります。安全面よりスピードを重視したのですね。建設現場周辺の証言では、5日ごとに1回ずつできるというスピードだったという証言が出てくるほど、ありえないスピードで建築していたのです。日本では考えられないですね。実は不良マンションはこれだけではなく、 HDC 現代産業開発はマンション一つまともに建てられないという実態が明らかになっています。この事実の発覚により、韓国国内ではこれはミスとかではなく意図的にやっていたんじゃないの、鉄や建築資材の値段が上がった時期にこのような問題が横行していたらしいよ。恐ろしいことだ。鉄筋の抜けたマンションは韓国にどのくらいあるのだろうか。韓国には高層マンションが多いから本当に心配という声が多く上がっていました。韓国国内でもこのようにずさんな建築が行われているので、海外が発注する際は本当に気をつけた方がいいですね。その他にも冒頭で紹介した百貨店崩壊事故もあります。この事故は1995年6月、ソウルにある水戸百貨店で起こり、建物がぐらぐらと揺れ始めてから45秒で崩壊したという恐ろしい事故です。この水戸百貨店がオープンしたのは1989年であり、建設してから10年も経っていない建物での崩壊事故でした。築10年弱での崩壊はありえませんね。この事故は人為的なミスにより起こったと言われています。実はこの崩壊事故前日、5階の天井に異常が見つかっており、当日の朝にはひび割れが大きくなっていたという証言がありました。普通はここで臨時休業にするはずです。しかし経営陣は緊急会議を開き、そのまま営業することにしたのです。これが悲劇の始まりですね。崩壊事故当日の15時頃、水戸百貨店は専門家たちによって危険を警告されます。しかし閉店時間までもう少しということもあり、営業を続けてしまったのです。そして17時50分、百貨店5階の天井が崩れ始めました。百貨店内には多くのお客様がおり、500人以上の人が亡くなり、負傷者は937名という大惨事になったのです。
さらには生き埋めになった人も続出しました。中には建物崩壊から17日後に救助された人もいたのです。この事故が発生してしまった原因は多くあると言われています。まずこの百貨店は地上地下ともに4階建ての雑居ビルとして建設予定だったのですが、基礎工事が終わった段階で地上に1階建て増しした上で5階建てのデパートとして用途変更し、建設した違法建築物だったのです。その上ゴミ処理場として埋め立てられた地盤の緩い土地に建設され、多くの手抜き工事や冷房装置の不適切な移動によりこの崩壊事故は発生してしまいました。そして驚くことに韓国デパートのひび割れ事件はまだあります。韓国では最近 NC デパートでもひび割れが起こっているのです。韓国国内ではこれは水戸百貨店が崩壊した時と同じじゃない、直ちに営業を中止して原因を調査するべきでしょう。この国は水戸百貨店の崩壊事故の時から何も変わっていないようだな。湿気で天井がひび割れしたとか言われているけど本当にそんなことってあるの？と不安の声が相次ぎました。ちなみにこの NC デパートは通報が相次ぎ安全が確認されるまで営業中止となっています。通報される前に自主的に臨時休業をしてほしかったですね。過去の教訓を生かしてほしいです。今回ご紹介したことについて海外から多くのコメントが寄せられているのでその一部をご紹介します。韓国人の建築技術はお粗末なもので子供の工作レベル。こんなに崩壊事故が起こっているのにそれでも韓国に発注するってどういうことなのか理解できない。韓国の建築士は構造計算できないの。韓国は自国の建物インフラも整備できないのだから他国のものを作るなんて無理だよ。もう世界中で入札除外されてもおかしくないよ、といった批判的な声が上がっていました。自分の国のものは自己責任として海外で何か建てるということになったら技術的に追いついているものだけを受注することが大事ですね。そして高度な技術を持ち安全第一で作られている日本の建物は世界に誇れるものです。そんな建物を建設してくださる方々に感謝の気持ちでいっぱいですね。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。